としては大園さん、はい、川松先生の方が先輩になるわけですね。プロレスラーとしては智也の方が大先輩です。智也は96年の1月 BWC 出身ですからね。めちゃめちゃキャリアありますね。高野健二選手とは、はい、一緒ですね。だからあの三上より先輩になりますね。だって高地三四郎選手は DDT を旗揚げする前に PWC に行ったんですよね、はい、その後ね、智也も DDT 上がりました。その後ジパングの旗揚げしてという流れでしたよね、確かね。